君は変わった子だな。もう来ないと思ってたから、普通は僕に二度と話しかけようとしないよ。親も友人もみんな腫れ物に触るように僕を扱う。遠巻きにして外からかわいそうかわいそうって言うんだ。同情と好奇の目でね。だけど残念ながらあいにく僕はかわいそうではないよ。死ぬってのも悪くないと思ってる。こんな世の中長くいても仕方ないだろう。それは長くいることに絶望したら困るからだろう。今日は来てくれてありがとう。君は他の人とは少し違う気がする。それが何かはわからないけど、少なくとも僕をかわいそうの枠に入れて並べたりはしないみたいだ。また会えたら